こんにちは、平山優奈です。今日は皆さんにお知らせがあります。4月21日木曜日、全日本体操個人総合選手権に出場します。なので少しの間動画をお休みさせていただきます。今回は個人総合の大会なんですけど、2種目に絞っての出場となるので、今回の大会は今回個人総合の大会なんですけど、去年からずっと肩を痛めていて、平均台とゆか2種目に絞っての大会になります。なので決勝進出はないんですけど、できることを精一杯頑張って、人の記憶に残る体操をしたいと思います。去年の世界選手権が終わってから、ずっと現役続行するかどうかを悩んでいて、体操やっててよかったとか楽しいって思えるように、それを見つけられるように自分で考えて、自分で計画して、いろんなことを自分発信でやっていって、体操やっててよかったっていう終わり方を見つけられたらなって思って、現役続行ということにしました。ちょっと伝わるかわかんないんですけど、去年世界大会が終わった後、ちょっと体操から離れる時期があって、戻ってきてからも悩んだりとか、すごい苦しい部分がたくさんあったんですけど、なんとか、いや、まだ自分のベストではないけど、苦しみながらもずっと続けてこれたし、周りの人のサポートがたくさんあったおかげでこの試合にも出れるので、今できることを 100% 出し切れるように楽しんで頑張っていきたいと思います。去年のような演技はできないかもしれないんですけど、こっから新しくスタートということで、とりあえず楽しく次につながる大会になればいいなと思ってます。 YouTube とかも始めて、いろいろ去年とは違う去年とは違う体操の取り組み方だったりとかなので、こっからどんどん学んでいけたらいいなと思います。応援よろしくお願いいたします。頑張ります。以上で終わります。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバイ。